特にないかな。ただあれだね、朝にすると、あ、動くじゃん。おお。そしてま、今度はまた夜にすると、危ねえ危ねえ、この削られてる部分に立っちゃいけないっていうことね。おっと、また強いロボット、でかいロボットいるね。しゃがんでってもこれってやっぱダメだよね。ダメだ。なんだ。あ、普通にじゃあ朝にしてみる。あー、なるほど。この上のこれの動きはね、利用するのかな。ってことはこちらにおびき出すということですね。こっちに来てくれと。ちょっと来て、来てくれ、来てくれ。よし。やばいやばい、危ない。やばい。あれ？気づかない？なんで？なんで気づかないんだろう。撃たれずに済んだ。なんかのバグか？これ先右？右はいけないと。だから上から行くかな。相変わらずロボットとこのクジラみたいなやつとの戦いが続いてますね。これなんだろう？これとりあえず落とす。おっと、壊れてる。なるほどね。上が近づくと。よっと。ね。壊れた。すぐにジャンプして進めということかな、多分。あれ、あ、ここだ、ここだね。おっと、おー、ビーム野郎が崩れ去っていく。どんどん崩れろビーム野郎。うわー、滑っていく。なんだか見たことない植物にやってきたね。いろんな生き物がいる。あ、左か。どこが足場かちょっと判断がつけにくいですけど。ああ、ちょっと光ってる感じの。あ、あ、お、大丈夫。おお、深いところに来ましたね、森の。よいしょ、すー。お、すごい、なんか戦いの跡って感じ。何があったんだ。あのでかいロボット、ちょっと生き残ってる、まだ。そして周りのロボットはリペアする、修理するロボットかな。またちっちゃいロボットが出てきたね、中から。まだ生き残ってるってことね。ん？なるほど。こいつも攻撃してくるタイプの植物。これを利用してどっかにぶつけるんだな。ここにぶつけるのかな？違うか。
これ動かせる。なるほど、これを利用してこれでこうすると。これで壊れたかな。壊れた。これこう今危険だから危ないから、ちょっと危ないな、打ち続けてる。危ないんだけどこれ、打ちずっと打ってる。あっ、なるほどね。夜の間だけ。ああ、危ね、攻撃してくると。なるほどね、朝にしちゃえば大丈夫。あ、また虫が出てきた。攻撃してくるんだよな。あ、これまた夜にする。すると、おお、植物が低くなる。虫は昼夜関係なくいるんだね。ちょっと朝にしてみると。切るわ、ギリギリいけたわ。おお、なになに、あー、なんだなんだ、あー、やめ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 、やられた。朝にする、朝にしてみよう。あ、戦ってくれる虫と。あ、関係なかった。やり過ごす。あいつがどっか行くのを待つだけだった。これは朝だから、立ってるから夜にして下げる。よいしょ、行きましょう。よいしょ。おーっと危ねえ。急に出てくる。あ、とりあえず やり過ごした。あべ、あぶね。おっと、いる。朝にしよう。とりあえず進むよ。あ、行き止まりになっちゃった。これはどうやっていくかというと、あの植物、打ってくる植物は何だろう。夜にしてみる。あ、こっち行ける。こっち行ける。おお。なるほど。あ、やべ。危ね。ああ、折れたことで、弾が飛ぶようになった。お。朝、ええー。危ね。危な。おお。なるほど。ダイナミックですね。すごい。奇跡的に助かった。俺は？まあ夜に。あ、待って、ロボットいる？とりあえず夜にするよ。ロボットいる？いそうな気がするけど、いるね。朝にしよう。高くなる。あいつをどうやり過ごすか。やっぱおびき出して、あ、
やばい、やばいやばいやばい。ああ。なるほど、あそこにあの植物がいる。ということが分かりました。ということは、これを利用して、植物が撃ってくるやつを利用するんだけど、これね。どう、うまく当てないきゃいけないんだな、これ。あぶね。これいけるんじゃね？あ、いけるいける。よかったー。植物を利用しなくても、いけました。ああ。あぶね。しゃがめば大丈夫かな。え？うわうわうわ。虫がやられて。くそ、あのビーム野郎にやられた。くそ。やられてるよ。虫はちょっと弱いもんね。クジラぐらい強くないといけない。あいつに立ち向かうには。あ、また虫だ。よいしょ。あの右の植物を利用するんだろうな。またどう利用するんだ。あいつの、撃ってくれ。うわ。飛んでっちゃうね。あ、そっちに気が向くんだ。なるほどね。このうちに、なるほど。あいつは、注目を向かせるための、弾なんですね。今度は、朝にしてみる？夜か。夜にしてみた。今度はあの左の奥のやつを使うのかな。爆発する。爆発した。向こうに行く。今のうちに。はい、そういう感じか。危な、なんか左からなんか来てるけど。やばいやばいやばい。